え、なんだこの音。その言葉が画面に出てる。今のも出た。次々に浮かび上がる私たちの言葉。何が起こってるんだ。何でもいいじゃない。おいタマ、カレリン結婚しよう。カレンちゃんでした。やっぱ仲間っていいもんだな。とにかく熱量の高い作品だったわね。元からファンで原作は何度も読み返してます。すごく思い入れの深いキャラが演じられたなと。終わってみれば一瞬だったな。あ、このシーンがお気に入り。ようやくたどり着いた。この先に奴が待つのね。長い長い旅だったわ。でもそれも悪くなかった。じゃあ行くとしましょう。誰も死ぬなよ。え、なんや、なんかの記事か。まだわかんねえな。不思議な機械に入っていく。細かく刻まれていくわ。あの形状見たことある、食べたことある。そう、なのに出てこない。右上、そこじゃない。違う、違うんです。なんて伝えればいいのよ。もどかしい。つむじ以外の名称なんてこっちは知らないの。あ、何この小さな包み。かわいらしい。うちには似合わん。これはソース、やばい。きな粉がすげえこぼれるじゃねえか。なあ、どうやって食べるんだよこれ。みんなで頑張った庭いじり。とりあえず読んでみた俳句。意味もわからず見たの。無駄に早く起きるようになった朝。やたら多かったキャラクター。よくわからなかった最後の敵。声優も歌えるのに歌唱は別。いつまでも出ないセカンドミート。まで聞いてしまうボーカル曲。無駄に話しかけてしまう猫。作中で言わなすぎて忘れてるセラフィムコード。司令官にもそこがお前の墓場だと言ってのける山脇の神経のずぶとさ。一本